じゃあこんにちは、さゆたかさん。今日はセパともにセリーグが1位から今4位がひしめき合っているので、どこが優勝するのか、それぞれのチーム優勝するキーパーソンであったりとか、ウィークポイント、ストロングポイントなどを挙げていただきたいと思います。そしてパリーグに関しては、ソフトバンクがマジックも出ているので優勝ということで、ここは日本ハム、ロッテ、楽天、どこが CS いけるだろう、 A クラス入れるだろうというふうなところのキーパーソンであったりとか、ウィークストロングポイントなどを挙げていっていただきたいなと思います、はい、パリーグに関しては動画分けるので次回以降というところで期待していてください。今日はセリーグです、はい、さあまずセリーグ、9月4日現在なんですけれども、カープが1位、そこを 0.5 ゲーム差で巨人が追う。3位が阪神、巨人を4ゲーム差で追う。そして4位の DeNA は 1.5 ゲーム差で阪神を追う。そしてこの4チームは6ゲーム差にいるという状況です。で、十分 DeNA もまだ優勝のチャンスはある、ゼロではないと。ゼロではないし、はい、A クラスに入るチャンスというのは残されてるからね、はい、そうですよね。だから無視はできないチームだよね。そうです、はい、それぞれそしたらチームの中でキーパーソンであったりとか、はい、こういうとこ強いよね、でもここウィークポイントだよねとか、うんうん、それぞれの監督が言ってる9月の戦い方、これ危ういよねとか、そういったところを1チームずつ豊さんに話していただきたいと思うんですけれども、はい、まずはカープです。カープは 0.5 ゲームで今、単独首位なんですけれども、豊さん、こう優勝するにはまずどういうことが条件になってきたり、キーパーソンっていう風になってくるんでしょうか。いや、今のままの戦い方を大きく変えるっていうのは難しいよね、はい、やっぱり投手陣がいってある程度、中継ぎ陣に託して栗林につなぐという、はい、これはね、もうそれをやりきるしかないと思うんだよ。どのチームもそうなんだけども、はい、もうやりきるしかないと思うし、で広島の場合っていうのはある程度やっぱり点を取らないと、勝てないんで、だから打つ方だよな、打つ方、どっちみち打つ方だよ、はい、そうなってくるとやっぱ小園だな。キーパーソンは小園選手、ストロングポイントでもあるし、はい、小園っていうのは何でもできるクリーンアップを打ってるけども、何でもできる選手だからね、例えばバントもあるし、強行に打っていく時もあるし、だからそこら辺はこう自在なんだよ、はい、だ柔軟性がある、なんかこう主力というね、はい、そういうことが言えるんだけども、やっぱ小園が打たない試合っていうのはやっぱあんまり勝ってないよ。でも小園がやっぱ打ってる時っていうのはやっぱ勝ちに結びついてるな、してるんですね、だからストロングポイントでもあるし、やっぱこうここを抑えればというアキレス腱みたいな、はい、ところにもなってるよね、なかなか抑えるのはちょっと難しいかもわからないけど、はい、そうなってるよな、その打率に関してなんですけれども、広島7月は月間打率が2割1分1厘、はい、で8月は2割6分5厘に、上げてきたと。9月はこの2割6分5厘どういうふうに推移していくんですか。いや、だからやっぱ厳しい競り合いが結構あるよ、だから非常に僅差のゲームっていうのが、通じていくような、そんな感じがするよ、そこでやっぱポイントとしてもう一つ欲しいのは、松山だな。松山選手、やっぱね、ポイントは代打だよ、はい、でここで松山がいるっていうのと、ここで松山出してくれた方が楽だよっていう、状態があんまり良くないんだよ、だからこの松山っていうのが状態よく置けるようであれば、やっぱ広島って怖いよ。そうですね、終盤その、ゲームで競ってる時とか、突き放したいビハインドの時とかの松山選手の状態にかかってるって、かかってるな、イコールやっぱ代打、はい、代打、例えばその堂林が代打でいるとかさ、はい、そうなってくるといいけど、一塁で使ってると、じゃあ誰が代打で来るんだ、そうです、ね、上本かみたいな、はい、いや上本だったら長打がないから楽だなとか、そういうふうに考えられると、相手が作戦立てやすいと思うけど、やっぱ松山一人一枚いるだけで、やっぱ相手がここでやっぱ左つかなきゃいかんかっていうふうになってくると、はい、やっぱこう広島ベースになってくるなっていうのはあるよね。これ松山選手も代打でもちろん目ついるんですけど、堂林選手も代打でいった方がいいのか、それともスタメンで出てた方がいいのか、これはどうなんですか。今これはね、やっぱ相性があるからなかなか言えないけども、坂倉がキャッチャーやるときは、やっぱ堂林ファーストでもいいよね、この前レフトでこう使ってたんですけど、そこまでしてもやっぱり堂林選手をスタメンで使いたいっていう、いや左のときは特にそうだろうな、だからそうだな、相澤がキャッチャーマスクかぶったときは坂倉をファーストで、坂倉がファーストに入った時の守備のウィークポイントっていうのは出てくるよね。あ
そこはリークなんですね。だからまあもうそれはしょうがないよ、うんうん、まあだけどだからポイントとすると、うん、やっぱ小園選手がストロングポイントだし、まあ、柔軟性を持ってるしという、あとはやっぱこう復活してほしいのは松山だな、うん、そこですね、この2人の状態っていうことですよね、うん、ピッチャー陣に関しては広島どうですか？ピッチャー陣はなかなかもうあんまり心配してないんです。そうですよね、救援陣も8月はあの防御率 1.98 で7月のやっぱり 2.13 より上回って、うん、やっぱりこのシーズンコンスタントに救援陣が1点台ずっと守り続けてるっていうのが強みで、やっぱりカープ来てるので、ここが強みでもあり、ここがもし崩れるようになっちゃうとっていうのはありますか？いや崩れるともう勝負にならない、うん、やっぱりそこ頼みの綱だし、はい、まあ、そこが崩れるようだと、うん、やっぱ広島は諦めると思う。ああもう諦めるしかないなって、うん、まあ、そこが一番の売りだし強みだし、 そうです、そこが崩れたら、うん、もう強みを持って戦えないから。そうです、ね、あだから欲を言えば栗がもう少し勝ってくれるといいなっていうふうに思う、うん、先発の方でってことですよね。あと新井監督がその救援陣に関しては、うん、もう試合によっては今まで勝ちパターンで行ってた投手もビハインドの場面ではもうここから行ってもらったりするっていうのもあって、当然あるよ、それもある、当然あるよ、まあ点差にもよるけどな、はい、それはもうスクランブルで戦っていくよ、はい、ただ新井監督は今年はやっぱり2年目で違うなと思うのは、うん、中日戦からの時に栗が投げてて5回で下ろしたんだよ、代打、はい、送ったんだよ、やっぱね勝ちパターンに入った時の中日は手強いっていうの分かってるよね、はい、だから早めに追いついとかなきゃいけないとか、うん、だからもうそういうことで、まあ、新井監督も1年経って、うん、やっぱ状況を見ながら変えたりだとか、はい、差し込んだりだとか、うん、まあ、いろいろこうしてるから、うん、だから、まあ、広島はいいと思う、広島いいと思う、うん、さあ続いて巨人ですけれども、はい、まあ、巨人が優勝するためのストロングポイント、キーパーソン、そしてダメだとするとウィークポイント、ここを挙げていただきたいんですけれども、まあ、ピッチャーで言えば戸郷だな、戸郷投手、はい、戸郷が負けちゃいけないよね、うんうんうん、エースがね、はい、うん、まあ、それを補って、まあ、菅野とかグリフィンとか頑張ろうとはしてるけどもね、うん、でもやっぱり一人戸郷は勝たないと、負けてたらダメだ、これ中4で9月は行くそうなんですけれども、いやだから特にそうだよね、これは中4で勝っていかないといけないってこと、でも中4で回すっていうことは100球前後っていうことでしょ、はい、100球前後っていったら戸郷の形だと、まあ、5回、6回いくっていうような形でしょ、はい、で三振を多く取るピッチャーだから、はい、球数は多いんだよね、はい、だから5回で変わるようだと幸せは中継ぎ陣に来るな、来ますよね、で中4で回した結果が、うん、そうですよね、うん、だから絶対勝たなきゃいけないということだよ、そうですよね、で、まあ、安倍監督はその中継ぎももうちょっと無知入れていくというか、まあまあ3試合ね、はい、3連投は解禁するとは言ってるけども、はい、そうだな、まあもう勝負だからな、疲れとかなんとかって言ってらんないよね、そうですよね、うん、ただやっぱ戸郷は100球で何回まで投げられるかっていうのがポイントになってくると思う、うん、あとやっぱ戸郷投手の例年のその数字から見て傾向でいうとシーズン後半がちょっとウィークとポイントというか弱いというふうなデータが出ている中で、そこを持ってでも中4でいくというのがこれが吉と出るか、まあ勝負だよ、だからですよね、うん、だからそこに勝負かけるのと、でもう一つは、はい、やっぱモンテスだな、モンテス、はい、で調子いいですよね、バッティングの方っていうのは、はい、まあ、安定してるけど、やっぱ守備という面に関してやっぱ慣れない外野手をやる、うん、まあ、そうなってくるとおのずとこうレフト狙われますね、レフト、まあ、レフト狙って打つっていうことはあんまりないかもわかんないけども、うん、やっぱこう長打を食らう確率は高くなるという、あと回されるとかが高くなってくるのか、まあ、そうだな、だからまあそこら辺をまあどういうふうな組み立てをしていくかね、そうですよね、うん、ただでモンテス選手は勝ってる場合だと例えば守備固めで今までだと若林選手が入っていたのがちょっと怪我というか、まあ、守備固めはいるんだよ他にも、うんうん、いるからそんなに心配しなくていいんだけど、うん、ただ岡本をどっか固定で使えると強いな、うん、3ポジションやってんだよ今、はい、ファーストやってサードやってレフトやって、うん、やっぱね打ってほしい人だったらやっぱ固定した方がいい、これからはそうです、まあ、いわゆるファーストっていう、まあ、ファーストが一番楽だろうね、そうですよね、うん、でもやっぱポジション的に慣れてるのはサードだと思うし、うん、
だから、まあ、サードでできれば使ってほしい。そうなるとファーストは、まあ、大城選手が入ることになる。となると坂本選手は、いや、だからファーストでもいい。ファーストでも、うん、そうするとサードはそういう場合は岡本でいい。岡本選手でファーストは大城選手、坂本でいい。あ、おっと、ここで坂本とか大城でいい。ファーストは坂本選手もありですか。まあ、ありだと思う、うんうん。そのモンテス選手、そもそもがショートとかサードだったりだったりですか。ここからそのレフトじゃなくてってことはもう考えてないんですかね、阿部監督。もうレフトしか考えてないと思う。やっぱ守備という面に関して、うん、やっぱりリスクは大きすぎる。内野の方がいいですか。方も。方も？だからレフトもギリギリだもん。そうですよね、レフト危なっかしいですよね。いや、だから、まあ、大きなミスにはつながらないかもわからないけども、やっぱ止めてくれって言ったところが止まらなかったりだとか、うん、するとストレスになるよね、チームね。で、打ってるだけにやっぱり使いたいっていう、まあ、それはもちろん。のが出てきちゃうのが、うん、いや、だから、どこで守備固めを使うかとか、まあ、そういう判断というのは難しいよな。ということはやっぱりこのキーパーソンというかこうなってくるのがモンテス選手っていうふうに、まあ、穴はそこだもんな、うん、守備という面でバッティングはすごくいいんだけど、はい、やっぱ守備という面に関してエアポケットのようになってしまうと困るということです。そうですよね、うん、やっぱジャイアンツってやっぱ守備がいいだけにな、はい、だからそこで破綻をきたすとさ、うん、取り返しをつかないような、うん、まあ、そんな感じになるかなという感じですよ、うん。あとウィークポイントになるのかストロングポイントになるのか分からないですけれども、まあ、戸郷投手プラスアルファその中4を戸郷投手と菅野投手でっていう風な出てたんですけど、この中4は2人吉と出るのか京都出るのかどっちの方が要素としては強いんですか。まあ、菅野は目標を持ってるからな、最多勝、まあ、もちろん、はい、最高勝率とか、はい、まあ、そういうのがあるから、うん、頑張ろうとはするだろうけども、まあ、年齢的なことで、うん、疲労が来てたりだとか、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、うん、あとはやっぱこう組み立てを考えなきゃいけないな、もっと、うん、早めに打ち取るというさ、はい、やっぱり100球ぐらいでは変えていくと思うから、うん、中読んで回すんだったら100球超えては投げさせないと思うから、うん、まあ、どこまでイニングを投げれるかだよね。そうですよね、うん、だからピッチャーはそうやって回すかもわかんないけど、うん、負担はその中読んで回ってる2人よりも中継ぎに来ると、うん、これはもうバランスが崩れていくっていうことだから。そうですよね。だ、今まで通り6回とか、うん、7回まで投げ切ってくれたらすごく楽だよ、うん、チームはね、はい、だからこれがもう4回つながなきゃいけない、うん、6、7、8、9、はい、こうなってくるとやっぱ中継ぎっていうのは大変になってくる、うん、あとプラスアルファ山崎より投手も後半後ろまで行ってくれずに7回だったりとか、まあ、そうだな、途中でっていうのが多くなってきたので、まあ、多いよな、はい、だから中継ぎの負担が、まあ、中継ぎは質量ともいるけどね、はい、いるけど、うん、まあ、持つかどうかだな、最後までな。そうですよね、うん、あとやっぱりちょっと先発が7月とか6月よりも8月の防御率が若干ちょっと上がってしまって、まあ、それはもちろん、それはもうしょうがない。まあ、8月使えるので、8月はね、うん、なるほど、分かりました。さあ、続いて阪神ですけれども、はい、阪神が優勝するためのキーパーソン、もうこれはね、誰が言っても同じこと言うと思うんだけど、サトテルだよ。でしょうね、ああ。この選手が打てば勝つし、はい、うん、守れれば大怪我しないっていうことだよ。ああ、打ってくれる、そして守ってくれるってこと。それとやっぱりあそこにたまるよく。ああ、そう、回ってくるんですよね。ああ、もうそうなってる。うん、うんうん、まあ、4番を大山に変えて、はい、で5番にサトテルをまた戻して、はい、まあ、そうなってくるとやっぱそこにたまるようになるよ。うん、だサトテルが打つか打たないか、はい、だからサトテルが逆にもう大げさに言ったら優勝させるかさせないか、うん、もうそこでいい、そこなんですね、うん、まあ、阪神の得点というのは7月から上がってきていて 3.95、はい、そして8月 3.92 というふうに、はい、まあ、7月8月得点も能力も上がってきた、で打率も上がってきたと7月8月で、はい、ということはこのまま上向きにいけそうなところっていうのは何かこう期待していいところなんですか。いや、上向きというよりも、まあ、そういうものを維持していくと思うけどね、うん、で春先あんまりにも悪すぎたからさ、はい、まあ、参考にはならないけども、うん、まあ、7月8月、うん、まあ、ここら辺から上がってきたっていうのは、はい、やっぱ後半そのまま上がっていくような気はするよ。そうなんですね、打つことに関して。ただ、まあ、佐藤輝明選手が打ったり、ただ佐藤輝明選手がちゃんと守れたり、まあ、そうだな。だから、まあ、木浪も木浪らしくなってきてるし、ね、そうですよね。そうだな、森下もまあまあいいし、うん、
まあ、中野が若干悪いけども、まあ、近本がその分ね、はい、出てくれれば、うん、バントだとか、まあ、そういうのでつないでいくことはできるから、うん、やっぱサトテルだな。これ本当に競ってて痺れた終盤の試合ってなっていった時にサード佐藤輝明選手っていうのを例えば岡田監督がエラーで怖いとなるとスタメン変えたりとか。変えない変えない。それはないですか。ないない。もう心中ですね。いやもうそれもちろんそうだよ。それに応えられるか応えられないかっていう、うんうん、まあ、俺は応えられると思ってるから優勝にしてるからね。うん、そうですね、うん、あとはやっぱちょっとピッチャー陣が阪神はこの8月良くなかったと、うん、救援陣も防御率が一番このシーズンの中で上がってしまったし、はい、プラスアルファ先発陣の防御率も一番上がってしまったっていう8月だったんですけど、9月はここがウィークとなるのか、もう一回立て直してストロングとなるのか。ストロングまでにはいかないかもわかんないけど、平均に戻すことはできると思う、うん、だから少し上積みっていうか、防御、うんうん、まあ、率だったら下がるし、はい、うん、俺はそうなってくると思うけどね、うん、その8月桐敷投手と石井投手だったりとか、あと岩崎投手が打たれるっていうケースがあったんですけど、これは9月優勝していくのにはいや、そうはもう抑えていくしかない、ね、そうですよね。まあその中にもう一人誰か入ってきてくれるとね、下からっていうことです、うん、まあ及川でもいいし、はい、島本投手、うん、もうちょっと復活してくれるとね、そうですね、まあ、梶谷、まあ、そのあたりがどういう下で調整してるのかわからないけども、はい、まあね、勝負どころでいい具合に上がってきてくれると心強いよな。そうですよね、だからそこがちょっと代わりにさらに層を厚くするために中継ぎ陣が下から上がってその投手が活躍してくれるとさらに優勝というものが近づいてくるという感じですよね、まあ、さあ DeNA、まあ、DeNA が今一番4位なので苦しい状況ではあるんですけれども、どうでしょう、キーパーソン、ウィークポイント、ストロングポイント。やっぱオースティンだな。オースティン、はい、やっぱオースティンが打つとやっぱいいわ、うん、そうです。あとね、プラス梶原、はい、梶原が打つとやっぱ勝つな。それは何かあるんですかね、梶原とオースティンの相性がすごくいいと思うわ。そうですよね、ただ打順がこう離れちゃったからね、今4番と1番だから、うん、でも4番と1番で思い出すのは近本大山のこのラインなんだよね。あ、だからやっぱ最近 DeNA も変わってきたっていうのが、1番が出ると送るようになってきたよね、うん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 、だから必ず送ると4番までつながってくるという、はい、で送らないとやっぱり2番がゲッツ打ったりとかさ、はい、3番で終わっちゃったりとか、うん、するケースあるけど、やっぱ送るっていうことはオースティンまでつながるということだから、はい、いい感じでは攻めると思うけどね、うん、攻めていくと思うけども、はい、オースティンがこのまま故障なく最後まで乗り切れるか、はい、乗り切った場合は相当打ってると思うよ、うん、オースティンが、はい、まあ、だから面をこう握ってるというかさ、うん、まあ、そんな感じをするよね、オースティンはね。なんかオースティンはなんかあんまりこう加工気味になるイメージがあんまりないですけど、まあまあそうだ ね、まあ、そのピッチャーによってちょっと変わる時はあるけども、はい、それはまあ誰しもあることだから、うん、まあ、だけど速い球も強いし、はい、変化球もそこそこついてくるし、うん、だからまあそのオースティンがその4番に座るっていうのは嫌だよな、相手にとってな。そうですね、プラスアルファこの今日挙げた4チームの中でもやっぱり一番打率とか得点力がいいのがやっぱり数字見ても DeNA なんですよね、先月も引き続きなんですけれども、そういう意味では野手は打撃的には資格がない、うん、となると資格がもしあるとすると K だな、ピッチャーですか、はい、K、ジャクソンは投げる、うんうんうん、K がどういうピッチングを見せてくれるかだな。そこですか、まあ、先発か、もう1ヶ月以上勝ってないんだよ、はい、で勝てるチャンスの時は下ろされてるからさ、はい、この辺俺は勝たしといたら面白かったと思うけど、そっか、うん、ちょっと変えちゃったからね、勝ち投手の権利、あとワンアウトっていうところで、うん、だからここら辺がやっぱこうどう出てくるかだな。あの先発陣の防御率でいうと8月が 3.37 なので結構悪いというか、シーズン中ではバスト、ね、まあでも 3.37 で悪いっていうのはあれなんですけど、ね、いやでも最近やっぱこう落ちてるからね、うん、その数字っていうのが、はい、3.37 でも高いっていうふうに思うんだろうけども、はい、まあそうだな、 K が勝てるようになるといいよな。逆に救援の
方は防御率が下がってるんですよね。7月が 3.33 で先月8月が 2.73 だったので、まあ、後ろがなんとか今ちょっと頑張ってるような形にもなってるんですかね、まあ、そうだな。それが9月まで優勝まで行ってくれればっていう。ただ一番厳しいって言えば厳しいんですけれども、4チームの中で、まあ、厳しいけどウェンデルケン、はい、まあこれが出てきてるし、はい、まあ、ウィックっていうのはどうなのかわかんないけど今そうですね。いやだからそうだな、ウェンデルケンがいるだけでちょっと違うかなっていうような感じがするよね。違いますよね、うん、相手からしてみても。だここはじゃあ、まあ、オースティン選手がまあキーパーソンになるっていうところだったりとか、あとまあ常々その守備だったりとか、そう采配だったりとか、まあ、まあそうだな、うん、まあ、采配はねもうどういうあれしても、うん、もうしょうがないと思うんだけど、これはもう監督の力量だから、はい、まあ、だけどやっぱり守備っていうのはさ、まあ、阪神同様多いけども、うん、必ずやっぱ失点につながるんだよね、はい、だから、まあ、そこら辺をこう失点につながらないようにしとかないと、うん、今更上手くなるって言ってもなかなか難しいからね。そうですよね。だからまあそこら辺は、まあ、しっかりね、はい、まあ、集中してやるしかないしな、うん、あとはやっぱり日程面でも DeNA がやっぱりちょっと9月10月連戦にまあそうだなっていくかなと思うと、うん、もう必死にもうこう勝ち越し、まあ、連戦で良かったっていうこともあるからね。あ、逆に状態が上がって、うん、みんなのモチベーションとかね上がって、うん、まあ、良かったっていう時もあるし、うん、まあ、体はかなりしんどいとは思うけども、はい、そんなこと言ってらんないでしょ。もう優勝狙うんであれば。そうですね、もう25切ってたりするので、まあ、そうだよな、うん、そうですよね、はい、なので、まあ、やっぱり一番、ね、4位の DeNA がちょっと苦しい戦い、負けずにいかなきゃいけないっていうのはありますけれども、まあ、ただ優勝がないわけではないので、ない、うん、ないわけではない。そうですよね、うん、ちょっとこの、ね、4チーム、ね、今豊さんが挙げたポイントだったりキーパーソンが9月どういうふうな戦い方を見せてくれるのかちょっと注視していき、まあ、楽しみだな。そうです、ね、まあ、今挙げた名前の選手たちが頑張れるかどうかだよな。そうですよね、まあ、そこにかかってると思うけどね。ですよね、はい、だ次回はパリーグのクライマックスシリーズ進出をかけたキーパーソン、各チームのキーパーソン、それからウィークポイント、ストロングポイントを挙げていきたいと思います。はい。